ようやく上げる。うん。おはようございます。なんかすごいエラーをしてるな。何のエラー音だ？じゃあ上に上げます。上空はルール上150メートルまでだけど、本当になんか自分の後ろに回り込んだように見えるんだよな、真上って。あ、ちょっと上げすぎた。こんなもんか。じゃあちょっと写真何枚か撮らせてもらいます。どっか小さな動きがあるところ定点で写しときたいんですけどね。こっちの方かな、やっぱ集落のある方。この中で動きはないかな。車があんまり走ってるのは見えないですね。小さい車が走ってると面白いんですけど。値段はでもこれでも安く小さく軽くなりましたよ。うん。何にも動きがないですね。12万はセットです。いろいろセット、バッテリー3個セットとか PV みたいな、そういうのまだ撮る勉強してないです。今車通ったな。あ、いるいる、車通ってる。通ったけどチラッとしか見えなかったな。うん、高度今これで限度の半分まで来てますね。なんかあとはこっちの煙の方も少し取っておきますか。うん。特にあのこういう円形しか映ってない状態になると、もう機体がよあの前後左右に多少動いてもあまり関係ないですからね。あとはあの傾きはもう自分で補正しちゃってるんで、これの傾き補正すごいんですよ。傾きというかブレ補正。うん、あ、これから下ろしてやろうと思ってます。お、車来た。よっとっと、やった。うん、あとはどっか取っとくとこあるかな。ん、リアルタイム動画、今これリアルタイム動画と言えると思いますけど。じゃあちょっと一旦下げますね。ただこれが 200g 以下のトイドローンにはまだこのぐらいのあのスタビライザーってついてないですよね。ここから見るとえらいゆっくり降りてきてるように見えるな。これでも下に向かって秒 1.5 メートルで降りてんだけど、トンビ、ああ、鳥が近くを飛ばったことありましたね。いいですよ。これ400グラム台です。で、この辺に私がいるな。おう、うん、
こんなんです。やっぱどうしても手振ってしまいますよね。他になんかアピールのしようがないから。で、あとはちょっと低いところ。60何キロ出ます。でんぐり返しちょっと無理。おっと、これ大丈夫かな。ちょっと怖いけど。うん、このぐらいの距離だったら操作をしやすいな。うん、そう。そう、このパンをなんか自然にできるようになりたいですね。で、こういうところの、さっき変な模様が見えたところはどこだ。もうそろそろ下ろさなきゃいかんけど、ちょっと待ってください。変な模様があれか。あの模様が何だろうと思って。これこれ。浴槽？肥料？水か。何ですかねこれ。ん？なんか乾いてるな。何か置いてある。なんか白くひび割れてるだけですねこれ。何なんだろう。キャー、ピンチピンチ。化学肥料。うん、じゃあ墜落しますよ。その前に自動乾燥機が働きますけどね。おお、ギリギリまで、ギリギリまでやってしまったな。指が映ってる、指が。じゃあ。